毎年恒例の杉並区の水防演習を行っています。東京23区といえども水が街にあふれる、こういう事態が多々あるわけです。今日は地元の院長をされております小泉先生に話をまず伺いたいと思います。小泉先生、杉並でも結構この水があふれるような事態が結構頻発しているような気がするんですが、いかがでしょうか。はい、川は東京都が管理しておりまして、私の区議会に出る大きな目標はこの善福寺川で子どもたちを遊ばせようと思ったんですが、50ミリの雨が降ると下水に全部汚物が流れ込むと、なんとか一日も早く清流の流れるこの善福寺川、川幅を広げたりまた川底を掘り下げてもらいたいというのが私の大きな気持ちでございます。もう一人、防災関係で立候補されて見事当選をした早坂都議会議員、防災儀礼の事務局長をされてますけれども、はい、この水防演習をどういうふうに捉えられておりますか。はい、3年前の9月4日の大雨水害では大きな被害をもたらしましたが、石原伸晃大吉のご尽力によって113億円の激特事業、河川激甚災害特別緊急事業が現在進んでおります。石原大吉と力を合わせてこの杉並が 水防に強い、水防に負けない、そういった都市に努力してまいりたいというふうに思っています。どうも先生方ありがとうございました。どうもよろしくお願いします。杉並区あるいは大都会と考えてもいいと思うんですけれども、時間雨量が私たちが想定したものを超えるような時間雨量で100ミリというような、そういうものが起こったときに、この大都会というものが意外に脆い。23日の未明にかけてもこの全国の3つの市のところで危険水域に達するなど、本当にほっとしたことで、この水というものは私たちの都市住民にとりまして新たな脅威になってきているのではないかと思っています。幸い神奈川の調整池が3月に完成し、また和田堀球場の調整池も先月完成いたしました。また3年前の災害によりまして、善福寺川、神田川といったものに激甚災害を指定いたしまして、国も力を入れて河川の改修に努めております。しかしまた何が起こるかわからない、そして何が起こった時に実力を発揮していただくのが今日集まりの皆様方ではないかと思っております。災害に強い町を皆さんと共に作っていくことをお約束申し上げまして、ご挨拶をさせていただきます。了解。